ので、こちらを使っていきたいと思います。はい。はい、ハートのチップになっていて、こちら塗ると、外側よりも内側にしっかりリップが多くついてくれるので、自然にグラデーションになるのもすごいおすすめのポイントです。なるほど、別でリップブラシなどを使わなくても、そうなんです、このチップだけで、はい、自然に仕上がります、はい、そしてすごいふっくらしたボリューム感のある唇を作りたいので、内側にもう一度重ねていきます、はい、そうすることによってすごいボリュームがあってふっくらした女性らしい口元になります。はい、完成ですか？はい、完成しました、はい、ね、先ほどまではもちろんすごく素敵だったんですけど、重ねることによってね、やっぱりよりボリューム感が出て素敵ですが、さくらさんいかがですか？はい、本当に同じカラーを重ねて塗っただけなのに、とっても生き生きとした感じになって、すごく気に入りました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとう。